ちょっと切れてまた量ちょっと持っとって。了解です。よし、寒いな。やべえ、寒いっすね。寒いな。ちょっと見えんがや、おい。いや、僕ちゃんと照らしますよ。ちょっと貸して。そのポンコツライトがいかんのっすよ。もうライトのせいにすんなって、お前。ちょっと見えんがや、これ。おい、ちょっとレイジ見えんわ、それ。いや、頑張って照らしてるんですけどね、やっぱポンコツライトがいかんっすわ、これ。ちょっと暗いな、それ。どうしました、ゆうじさん。いや、ちょっとスモール切れたんですか。うん、ちょっと変えようかなと思ったんですけど、ライト暗いもんで。あー、そういう感じですか。そうなんですよ、ちょっと見よう。おー、どうですか、明るい。これどうですか。なんすか、それ。これですか、僕の頭です。あー、道理で反射で、なんでやねん。いやいやいや。じゃあ、こちらの正体は。正体、はい。なんすか、それ。めっちゃ明るいですね。さあ、ゆうじさん、はい、何暗いライト使ってるんですか。ダメですね、あれ。見えないですね。ダメですか。見えないですね。ダメですか。さっきの明るいのは何ですか。何ですか。何ですか。こちらです。何すか、それ。スルーナイトじゃないよ。じゃないですね。一応これ、ね、はい、あのスルーナイトって今まで出してないですか、はいはい、が、まあ、あの技術提供して、はい、まあメーカー変わったんですよ。ああ、そうなんですか。だからまあ、はい、ただ名前が変わっただけだと思ってください、はい、ああ、そういう感じですか、まあ、はい、なんて言いますかね、はい、まあ、技術を提供して、はい、こっちの A タクティカルって会社が、A タクティカル、そう、A タクティカルって会社が、ね、あの、はい、新しくね、発売したってことなんですけども、はい、めっちゃ明るいですね、これ。これもまた明るいんですわ、はい、そうなんですよ。めっちゃ明るいですね。そうなんですよ、はい、で前回紹介したやつってここに USB ついてましたね。あ、充電できるタイプの。そうなんですよ、はいはいはい、でこれはついてないんですよ。え、ついてないんですか。はい、でほぼほぼ同じなんですけど、はい、何が違うかというと、はい、ちょっとこれ中電池見てもらっていいですか、これ、はい、なんかでっかい電池ですね。え、なんすかこれ。 USB、 ここっすか。電池直で充電なんですよ、ここ。まあ前紹介したこれスルーナイトなんですけども、はい、まあ、サイズ的に同じぐらいですか。そんなに変わらないぐらいなんですよ、はいはいはい、で、こっちはまあここで USB 充電なんですよ、はい、外にあるタイプですね。そうなんですよ。ただやっぱり僕防水心配じゃないですか。あー、確かに外にあると、はい、そうなんですよ、はい、で、ということで、まあ、電池直で充電しようじゃないかということで、はい、こんなところにびっくりしましたわ。で、ここに充電するとここに赤く光るんですよ、LED で、はい、で、満タンになると青くなって、まあ、はい、入れてもらえれば、はい、今まで通り使えるという、はい、なるほど、はい、なんと素晴らしい商品でしょう、これ。で、めちゃ明るい。明るいんですよ。ちょっとじゃあ遠く照らしましょうか、はい、まずじゃあ1段階目から、はい、こんな感じですね。おー、まあちょっと見るにはちょっと暗いですね。ちょっと暗いですね、はい、じゃあ2番目いきます。あー、結構明るいですね。もう歩くにはこれぐらい十分ですね。全然見えますね。で3番目いきますよ、はい、もうすいません。これ3番目ですね。あー、めっちゃ照らしてます。ここまで行けば、はい、遠くまで3番見れば分かると思うんですけど、そうですね、かなり遠くまで、はい、で4番目、はい、これが4番です。明るい。どうでしょう。明るいですね。まあ、技術自体だから前と変わらない感じですね。物は確かなんで、なめちゃくちゃ明るいですね。はい、明るいですね、はい、明るいっすね、はい、これ明るいっすよね。一個こういうのやっぱ持っときたいですね。そうですね、あのバカでかいめっちゃ明るいやつ、あれはあれでいいと思うんですけど、そこまではちょっといらないかな。大きいじゃないですか。確かに重たいし、だからなんかこう手軽な、こう、なんていうんですか、ペンライトタイプのサイズでって言ったら、そうなんですね、かなり明るくないですか。そうなんですよ、はい、でもどっちかっていうと、はい、僕はあの車でよく使うんで、はい、要は充電しっぱなしにしてるんですけど、はい、こっち派なんですよ。あー、そっち派。でもやっぱり水防水がちょっとこっち防水ちょっと怪しいんで、こっちの方がこっちの方がいいですよね。ここ防水になってるんで。でも同じようにこれもあの、はい、電池外せば直で充電しながら車にほかっとけば、はい、あー、そうですね、はい、そうですね、充電できちゃうんで、はい、ゆうさんどっちなんですか。僕こっちこっちなんですか。やっぱりかな、やっぱり、まあ、使うよ、どういう用途で使うかですね。濡れても安心だし。そうですね、はい、僕水に濡れることはそんなにないんで。あの釣りやる人とか、あ、こっちの方がいいですね。なんか、はい、絶対こっちですよね。落としても大丈夫なんで、池の中ボチャンしたら多分でも、はい、大丈夫ですか、ね、だってこれ万が一これ開いとったらよろしくないですよ。開いとったら絶対ダメですよね。意味がないんで、防水じゃないんで、はい、こっちだと確実に水入らないんで、はい、でもこのチップ一つじゃないですか。ちっちゃいですね、チップも、はい、これでこんな明るいって立派っすよね。立派っすね、すごい。ただ電池よりがこっちがちょっと小さいんですよ。ああ、こっちの。それが何でしたっけ、はい、こっちが 3400mAh なんですよ。はい、そっちが 2600mAh、 はい、ああ、そうですね。なんでちょっとちっちゃいですね、はいはいはい、
で普通に使う分にはそんなに、まあ、ここの分があるんで、そうなんですかね。なんでやっぱ充電できるタイプがいいと思うんで、またね、面白いもん、うん、はい、やっぱこういう充電、そのまあ本体ないし電池どちらでもいいんですけど、充電できるタイプの方が良くないですか。そうなんですよ、充電器につけてってやったら面倒くさいですよね、はい、でついつい車の中入れてて、あ、充電切れちゃったって困っちゃうんですよ、なるパターンだと、そしたら車でもそう充電できるじゃないですか。で、この2つはおすすめですね、うん、本当にいいなと思います、はい、でも僕確実なのはこっちだと思うんです。あ、やっぱり水漏れがないんで絶対そうですね、はいはい、と思います。よかったら皆さん、はい、A タクティカルの LED ライト、はいはい、A1 っていうんですかこれ。A1 です、はいはい、よかったらどうでしょうか、はい、うん、ぜひぜひ。ここまでこんな買ったんですよ。よかった、結構買ってますよね、うん、いいですね、はい、これなんで今回デジさんがね、はい、あの使うということで、はい、はい、仕事に活躍してください。はい、そうですね。実は前も違うのあるんですよね、ペンライト型の、はいはいはい、あれもかなり明るいですよ。そうなんですよ、けどもっと明るいですね。実際に使ってみてどうですか、そのユージさんガチで使ってるんでしょっちゅう、どうです使ってる感じ。4段、あっちも4段階だと思うんですけど、結構2ぐらいで十分ですね。十分ですよね、十分ですね。ていうか本当手元だったら1で十分ですね。そうですね、でうっかり落としても壊れないんで、はい、意外に丈夫いんですよあれ。前なんかあれジムニーで踏みましたからね。あ、踏みましたね、ジムニーで踏んでも壊れないんで壊れなかったですね。ガチで踏んだことあるんで、はい、全然壊れません。壊れなかったですね、はい、ということでじゃあ気になる方、はい、よかったらぜひ買ってみてください。はい、はい、今日はじゃあ A タクティカルのエルディラテでした。はい、皆さんではさようなら。さようなら。I killed down no one to free for champions. I can't believe it's right.